丸田議員。おはようございます。14ページの国民保護共同訓練、そして16ページの所有権確認に係る訴訟について2点お尋ねいたします。まず14ページ国民保護共同訓練の件でありますが、離島で初めての開催となるということでありました。大石知事をはじめ、本市、選出の県議会議員も出席されたとのことでありましたが、後藤市議会議員としてどなたか出席されたのかお尋ねします。それと、16ページ、訴訟に関する件でございますが、11月の21日に棄却との判決が言い渡されておりますということですが、同日、上告状兼上告受理申し立て書が提出されております。まあ、私もこの件にはずっとですね、中止しているわけでございますが、まあ、本問題提起は、教会の位置が A か B、または裁判所が位置を確定することを望む訴訟であり、死傷事件であります。まあ、企画について、との報告で毎回毎回言われておりますが、棄却されましたとの、裁判所の判決でありますが、全く問題としては解決に至っておりません。解決に至らないことを後藤氏としては延々と続けるのか、または解決に向けて、原告側と協議を重ねて問題解決しなければならない、まあ、どのようにお考えなのか、主張のお考えを聞きたいと思います。よろしくお願いします。総務企画部長。お答えいたします。まず1点目の国民保護訓練の部分ですけれども、市会議員の先生方からの出席はなかったものと思っております。また、主催者であります県の方もご案内はしてないというふうに伺っているところであります。ただ通りすがりと申しますか、その訓練の模様をご覧になったという市会議員の先生からのコメントをいただいたことがございます。土地問題の裁判の件でございますけれども、所有権確認の裁判というふうに認識しておりまして、まあ、議員おっしゃった部分もあろうかと思いますけれども、私どもはこの件につきましては、当然、指導の絡みもあります。その部分につきましては、指導の解決、課題の解決ということには、当然、真摯的に、原告の方のお話も聞く、当然必要かというふうに思っています。ただ、訴状に戻っておりますか、裁判に移っておりますので、私どもの見解としましては、その原告の方を打ちのめそうとか、そういうことではなくて、裁判官に対しまして、後藤氏の言い分、申し出の方をしっかりとお伝えするということで、今は、準備をしているところであります。当然、先ほど言ったように課題があるということには認識しておりますので、そこにつきましては、引き続き、調整といいますか、お話と真摯的に聞いて、また解決に向けて努力をしていきたいというふうに思っております。以上です。丸田議員。国民保護共同訓練の件でございますが、通りすがりの市議会議員がまあ立ち寄った程度と、それと県が、市議会に対して案内はしていなかったとの、まあ、言い訳かなというふうに聞こえてきますが、その議員閣議へのですね、まあ、参加を求めた案内自体はやはり後藤氏が開催地でございますので、やはりする必要があったのじゃないかと、私は思っております。ただ、市のホームページ、そして市の広報誌に、行事案内はしていたということで、議員閣議へは案内はしなかったというような、お話も、聞いておりますが、すべての議員がですね、いろんなそのすべての後藤氏の行事すべてをですよ、広報誌、インターネットで、情報を得るということはかなりきついことなんですよ。というのが、毎日ホームページを見る議員がどれだけいるのか、それと、多岐にわたるそのイベント一つ一つを、行事一つ一つを、まあ、出席すべきどうなのか、まあ、
求める考える議員も少ないでしょうし、私もその一人でありました。できれば、離島で初めての開催ということもあったもんですから、それと市民の生命と財産に関わる、共同訓練というふうな考えで今後あるのであれば、やはりそういったものには率先して知事も参加、県議会議員も参加ということで、市議会としてもやはり、案内は必要ではなかったのかなということを言わせていただきたいと思います。その訴訟についてですが、まあ、私も、当初からですね、相談を受けて、まあ、その解決に至らなかった点がこの訴訟に私の力不足もあるかと思うんですけど、やはりこの問題に関してはですね、A か B かと、教会はどちらなのかということで、もうこれは裁判すること自体がもう本当はおかしな話であり、本当であれば当事者がきちんと対応していればもうすでに解決済みではなかろうかというふうに思ってますので、まあ、本当は弁護士に頼らず行政として、地権者市民も固定資産税を納めているわけですから、きちんと対応していただきたいということを切に願って終わりにしたいと思います。ただいまのはもう要望でいいですね。その他、どうぞどうぞ。はい、すみません、国民保護ですけれども、案内者というか来賓の挨拶はなかったと思っております。あくまでも主催者として知事、後藤氏、また府警中学校の関係者がその場にいたということであります。地元喫煙室の県議さんもお見えでしたけれども、その方につきましては、議員がおっしゃるとおり、こういう広報を知って、こういうふうがあるということで覗いてみたということでお伺いしておりまして、案内等はなかったというふうな認識をしております。以上です。その他